い、皆さんこんにちは。こんにちは。湘南エイジェイクリニック大阪院の看護師と院長の斉藤です。よろしくお願いいたします。はい、では早速今日のテーマに移ります。ダダン、成長ホルモン療法が薄毛を改善させる。はい、成長ホルモン補充療法っていうのがあります。で、実は僕もずっとやってますけども、ちょっと変わっててですね、お腹とかですね、皮膚に直接ちっちゃい針で注射をするって毎日ね、そういう治療なんです。で、アンチエイジングっていうのが、言葉としては適切かなと思うんですけど、成長ホルモンを打つと肌の調子が良くなったりとか、あと疲れにくくなるとかね、あと意欲的になったりとかするんです。で、成長ホルモンね、もともと脳下垂体っていうところから出てくる誰もとるホルモンなんですけど、若い時にピークがあるんですね。10代の大体後半ですね、はい。で、だんだんと減っていくホルモンで、で、これは老化のカーブに位置しますから、これをちょっと補ってあげると体の中の環境というのは若い時に近づく。で、実際この成長ホルモンって何をしている物質かっていうと、はい、いろんなタンパク質ですね。体って全部タンパク質で、構成されてますけども、例えば肌のコラーゲンだったりとかね、それを作りなさいよっていうね、そういう刺激というかですね、信号を送る物質なんです。だから成長期ですね、10代の後半の身長を伸ばしたりとか筋肉つけたりとかというのが起こる時期に脳下垂体からバーッと出る、ね。じゃあ髪の毛もケラチンっていうね、タンパク質でこう合成されてるんです、はい。で、髪の毛の日照のグラフでいうとね、髪の毛が一番こう綺麗で太くて麗しい、ね、綺麗な髪の毛してるっていうのはやっぱり10代の後半ぐらいなんですね、はい。これ男性も女性もそうなんです。で、そこからどんな人でもこうピークにしてちょっと落ちてくるんですね、うん。いわゆる細くなってきたり、あと毛のやっぱ量が減ったりとか、あとツヤがなくなるとかね、そういう風にちょっとなってきますよね。で、ずっとねお話してきてるように、メインはいわゆる性ホルモンですね、はい。男性だとテストステロンと、から女性だと女性ホルモンですよね、がメインにコントロールをしてるんですけど、それらがやっぱり年齢とともにこう減ってきますよね。それにこう一致して髪の毛の太さであったりとかっていうのがこう低下します。じゃあここに成長ホルモンを補ってあげるとどうなるかっていうと、いわゆる体の中の若い環境が若い時に近づいている。で、先のテストステロンね、正常な男性ホルモン、これ髪の毛にプラスに働くんですけど、そういうのが増えてきますよね。そうするとケラチンを合成する指令を成長ホルモン自体も送ってくれますし、テストステロン値も上がるんで髪は太くなってこう綺麗ね。で、AGA のね治療のメインはやっぱりお薬ですよね、はい。フィナステリド、スカラミノキシジルを使う必要がありますけども、それにプラスしてね、成長ホルモン補充療法ってのやると、より体も若返るし、髪の毛も太くてしっかりした若い時の毛質というかですね、そういうものに近づいていくっていう考え方なんです。で、これね、女性もたくさんやられてるんですけど、女性よくね、成長ホルモンやりだすと髪しっかりしてきて綺麗になってきますって言われますね。一つね、ちょっと治療で悩んでる方は成長ホルモンをね、検討されるといいかなと思いますね。はい、はい。では当院では成長ホルモン療法も AGA 治療のお薬ももちろんありますので、もし何か気になる方、またどちらかの治療を考えてたり、ちょっと両方気になるなっていう方は、ぜひご相談に来てください。では今日のテーマはこれで終わります。次回もよろしくお願いいたします。はい、またチャンネル登録もお願いします。さよなら。さよなら。